宇宙人がねどんどんねお金持ってるから買い占めてくるんですけど、会社って買えると思います？皆さんのお友達とかね、知り合いで俺会社買ったんだぜっていう人います？コンビニで売ってました、会社。さあどうでしょう、会社は買えるのか買えないのか、 AB2 択です、お答えください。僕はね知らないね、会社買ったって人知り合いにはいないけど、ね、おみんなこんな感じ。おお、ちょっとちょっと、何、全員とかってことこれ？ほぼギリギリまで変えてる人いるけど一旦ここで締め切りしましょうか。あ、ちょっとね、もう会社変えるかどうか僕分かりませんので、専門家に聞いてきました。日本も経済のことなら日本経済新聞社にお任せということでね、日本経済新聞社の山野さんに聞いてきましたので、ちょっと解説聞いてみたいと思います。山野さん、お願いします。皆さんこんにちは、日本経済新聞社の山野茂樹と言います。それでは早速ご質問にお答えしたいと思います。会社って買えるの？会社って買うことができるんでしょうか？正解は買えます。会社を買うことはできます。みんな正解だね。じゃあほとんど正解だ、ね、誰から買うことができるんでしょうか？会社って誰のものなんでしょうか？確かに誰から買う？社長さんのもの？コンビニに売ってないしね。正解は会社は株主のもの、うん、株式会社という会社であればその会社を株主から買うことができます。でもこれじゃちょっとなんだかわからないですよね、うん、もう少し詳しく説明したいと思います。会社の目的って何でしょう？お金を儲けること、商品製品サービスをお客さんに買ってもらってお金を儲けること、これが会社の目的です。お客さんのことを顧客とも言います。お金を儲けることを利益を上げると言います。じゃあ儲かれば利益が上がれば悪いことを何してもいいのか、そんなことはないですよね。それはダメでしょう。会社というのはいろんな人に喜んでもらうことが大事です。会社はいろんな人のためにあります。お客さんに喜んでもらう、従業員、その会社で働いてる人に喜んでもらう、取引先、その会社が一緒に仕事をしている別の会社に喜んでもらう、地域社会、その社会に住む人たちにも喜んでもらう、みんなに喜んでもらう、そして株主にも喜んでもらう、出てきた株主、これらをちょっと難しい言葉でステークホルダー、利害関係者と言います。その言葉を覚えとくとちょっとかっこいいね。会社はステークホルダーに喜んでもらわなければいけません。では今日はこのステークホルダーの中から株主についてご説明します。株を持ってる人、それが株主です。じゃあ名前の通り、株って何？会社をやっていくにはお金が必要ですよね。でお金を集める方法の一つが株式を発行すること、株を発行すること、そしてその会社の株を買った人のことを株主と言います。でもわざわざお金を出してその会社の株を買って何かいいことあるんですか？あります。株主は会社から配当金をもらえます。この図でちょっと説明してみましょう。1万円払ってその会社の株を1株買った、すると会社の利益が出た、儲かったので配当金が2000円もらえた、1回1万円を払って株を買って、そして配当金は来年も再来年も次の年も10年後も出るかもしれない。何回ももらえるんですね。10年ぐらい経てば最初の1万円を超えるお金が戻ってくるって、元が取れるって可能性があるわけね。じゃあでも会社がうまくいかなかった、儲からなかった、利益が上がらなかった、利益が出なかった、1万円を払って1株買ったんだけど配当金出なかった、どうでしょう皆さん。やだ、この株いらない、いらないなと思います、ね、うん、その場合は売ってしまおう、売ってしまおう、そうなんです。株というのは買ったり売ったりできるものなんですね、うん、そして株の値段のことを株価
と言います。聞いたことあるね、株価ね。そして会社の株価というのは上がったり下がったりします。その会社が調子がいい、利益が出た、株価が上がる。逆にその会社の調子が悪い、利益が出ていない、株価が下がる。なんだか人気投票みたいですよね。株価というのはその会社の調子が分かる人気投票みたいなものと言っていいと思います。では会社はいくらで買えるのか。そうそう、そこですよ。その値段はその会社が発行している株の合計値段。なるほど。ちょっと山の株式会社という例で、私は会社はやっていませんけど、山の株式会社という例で説明します。山の株式会社は10株発行しています。今株価は1株100円です。1株100円で10株、合計は1000円ですよね。つまり理屈の上では1000円あれば山の株式会社を買うことができます。この山の株式会社で言えば1000円を時価総額と言います。つまり理屈の上ではその会社の時価総額のお金を用意すればその会社を買うことができる、そういうわけです。なるほど。いや、めちゃくちゃ分かりやすかった、山野さん、ありがとうございます。皆さん、ここが一番今日勉強できるところですのでね、よく聞いてました？で、買えます。はい、正解。皆さんありがとうございます。ほとんどが正解でした。で、買えるってことはじゃあ値段知りたいですよね。日本で一番高い企業ってどれ？ A ソフトバンク、 B トヨタ、 C 三菱 UFJ 銀行、 D ソニー。皆さんもね、知ってるような有名な企業ですけど、どれが一番時価総額が高いの？買おうとしたら一番高いのはどれか、どれでしょう？はい、選べる？4択でね。はい、もう一回選び直して。ソフトバンクか、トヨタか、三菱 UFJ か、ソニーか。おお、なんか綺麗な模様みたいになってる。正解はクリアスさん。正解はすごいね、みんな。みんな真っ赤になった。なんでこんな合ってんの？はい。トヨタ約20兆ですね。はい。日本一がトヨタで20兆円でした。じゃあ世界一の企業はどれ？ Google、Amazon、Facebook、Apple の GAFA って言われるやつね。みんな知ってるかな？この4つなんですね。GAFA って知らない人ね、親に聞いて。GAFA って何、はい、って。のうち一番時価総額が高いのはどれ？はい、4択そのまま選んでください。はい。じゃあカウントダウン、残り5秒。どれだろうね。お、ちょっとばらけたかな。ちょっとばらけましたね。正解はクリアさん、これ正解はアッポ、アッポですよ。いいな、アップル。すごいね、はい、どの会社のお世話にもなってるかもしれませんけど、はい、そしてそのアップルは、世界一のアップルは日本一のトヨタの何倍の時価総額なんでしょう。20兆円だったね。トヨタは20兆円。トヨタ20兆円、ね、アップルを買おうと思ったらいくらで買えんのって問題ですけど、2倍、5倍、10倍、100倍。さあどれだ？さあどれだ？カウントダウン。ちなみにね、平成元年の時はね、NTT が世界一だったんだよ。ああ、どうでしょう。今ね、世界ランキング50の中に日本企業は1社しか入ってません。それがトヨタです。で、そのトップを行くアップルは何倍かという問題ですけど、では答えは、あ、結構合ってるね。 C10 倍、200兆円。はい、半端ないね、200兆円だよ。ということで、はい、アップルが今世界でトップの会社になっています。で、さっきね、時価総額っていうお話がありましたけれども、日本の企業の全部の時価総額、株の合計を全部足すと約588兆円らしいです。なんかその3分の1ぐらいがアップル1社っていうね、ちょっと恐ろしいことですね。ちなみにね、上場企業あるんですよ、2000何百社のね、日本の。
の全部合わせてもガーファってさっきの4社とマイクロソフトを合わせた方が高いんだって。たった5社に抜かれてんだよ、日本の東証一部上場企業より。頑張ろうみんなで、はい、ということで588兆円、とてつもなく高い金額なんですけど、宇宙人はどうでしょうか。よし、会社全部お買い上げ。買っちゃうんだ。何でも買っちゃうね。あいつ金持ちだなこいつ。全部の株を買っちゃえばその会社の持ち主になれるっていうことだね。でも事前に調査したところによると、会社の中には働く人がいるって聞いたんだよね。そりゃそうだ。ではここで次のマネークエスト、人はお金で買えるのか。お金で買えませんね。買えません、宇宙人さん、それは無理です。クリア先輩、解説してあげてください。そう、あの宇宙人人を買うって言ってるけど、そうじゃなくて、これは人をね、雇うとか給料を払うっていう意味で進めていきたいと思います。